然挨拶が定まらない。まあいいや、ちょっと考える。今ちょっとね、もう動画にしたいことをどん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 ね載せてくっていうだけの期間だから、あんまり細かいこと気にせずにね、ちょっと少しずつ探り探りでやっていこうと思います。今日はタイムレンジャーについてちょっと語ろうかなと。タイムレンジャーについて語らせたら多分10時間30分とかの動画になっちゃうので、なんか要所要所でね、あーここについてマジ語りたい、ちょっと共感してほしいみんなっていうようなポイントを語っていく、まあ、5分とか10分動画を作っていけたらいいなと思ってます。ちなみに未来戦隊タイムレンジャーテレビ朝日系列放送、2000年の2月から2001年の2月に放送された、特撮の戦隊シリーズの作品で、脚本は小林靖子さんで、当時私小学校4年生10歳の時に見てた作品でして、10歳から11歳にかけてか、あ、じゃ10歳だな、10歳の時に見てた作品で、リアルタイムでも見ていて、かつ、まあ、録画してた VHS があるので、まあ、毎年のように10歳から現在30歳まで20年間、社会人になってからは DVD も自分で購入したので年に何回も見てるぐらいもう大好きな作品、それぐらいタイムレンジャーに対する情熱は私はもう半端ないっていうことだけまず最初に伝えて置かせてください。でね、まずね、そのなんかこうかいつまんでね、なんこう少しずつ5分10分語るって言っても何から話そうと思ったんだけど、まあ、まずね滝沢直人だよね。滝沢直人から話したい。ただ滝沢直人についてっていう動画にしてしまえばそれだけで多分それも確実に今7時間45分とかそういう動画になっちゃうからね、どうしようかなと思って、私はとりあえず滝沢直人の死について語りたい。ちなみに私は特撮戦隊シリーズのヒーロー全員の中で一番好きなキャラクターがドラネロなんですけど、ドラネロが実は一番好きなんだけど、そのちょっと言い過ぎたな、滝沢直人は実は3位、一番好きなのはドンドルネロ、2位が池波龍之介、真剣じゃの龍之介ね、で3位が滝沢直人なのね。なんだけどもそのね、3位とか言いながらこれから語るんかいお前っていう感じなんだけどね、ちょっとねトップ5は、ね、本当にもうめちゃくちゃ特別な存在だっていうことをめちゃくちゃ理解してほしい。その上で私は喋る。で一つ言いたいのが、たまにねタイムレンジャー考察で、まあ、みんなそれぞれの解釈があるから決して間違ってるものなんてないのであれなんだけど、こう直人が死んだ時に達也とのこうコミュニケーションがあるわけじゃないですか。であれを見てやっぱり2人はなんだかんだ言っても友達だったんだよねっていう、結論に至る人がいるんだけど、私はそれは違うと思っていて、何が一番感動的かってもう考えただけで泣きそうなんだけど、もうあの2人っていうのは直人が死んだ瞬間に初めて友達になったの。あそこで初めて友情が芽生えたわけ。直人っていうのは常に、まあ、力だったり権力だったりを持ってる人たちに対する劣等感と隣り合わせでずっと生きてきたような人間で、でそれの象徴となるような人物っていうのが達也だったんだよね。で同じ大学に通っていて達也みたいなバックグラウンドを持っている子たちがたくさん通ってる大学に直人は全然場違いなのに空手だけの実力で自分だけの実力でこうのし上がって得た、まあ、環境場所なわけだよね。で達也は達也で、まあ、確かにフレンドリーで能天気だからこそ直人に対してこう友達として接してたのもあるんだけど、達也は自分のそういう生い立ちが
すごく逆にコンプレックス、彼は彼でそれがコンプレックスな人物だったわけで、だからこそそれ何、今まで自分はもう小学生の時から英才教育みたいなの受けてきたあのわけだから、大学に入って初めて自分とか自分の周りにいた人たちと全然違う感じの人を見つけて、それがすごく物珍しいからこそあの直人に近づいたっていうのもあって、それって無意識にでも直人からしたらうざったいに決まってるじゃないですか。で達也も無意識ながらにそれってちょっとバカにはしてないけど面白がってしまってる部分があったわけだから、それって本当に直人に対して純粋にお友達になりたいとかそういう興味があるっていうのとはまたちょっと違った感情だったのかなって思うんだよね。で達也はああいう性格で明るいね、こう屈折してない性格だからこそ、直人のことを、直人にどんなに嫌味とか嫌なことを言われてもムスッとはしてもこう嫌い毛嫌いするような態度を取ることもないなければすることもないけど、でも直人は全面的に達也のことが大嫌いっていうわけじゃないけど、別に俺はお前のこと友達だとは別に思ってないっていうのを全面的に、出し続けてきたわけですよ。で、達也は要するに自分が直人のことをちゃんと見ていない、直人に対して実は無関心だっていうことに対してすごい無関心だっていうことに気づいてない。で直人は直人で自分がそういう達也みたいな生い立ちだったり環境とか力を持って生きてきた人たちに対する嫌悪感とか劣等感があるんだけれども、それをそういう劣等感みたいな感情だけにしてしまって、本当は少し羨ましい、その達也がその中でも頑張ってこうなんていうのかな、屈折せずに道を歩んでいくっていうねような姿を見ていて、そこは自分は昔から実は少しはいいなって思っているところを認めたくないっていう感情、二人はここがね自分たちが認めてない、認められない感情だったわけですよ。で二人が最後の避難所の病室の中で直人が怪我をした時に達也がこう助けて会話をしてる時に会話があるように二人は力、直人の言葉を借りて、俺が力を持っているだけならお前は力から逃げているだけだ、逃げてその先に何があるっていう言葉があるじゃないですか。でその言葉にあるように2人って結局自分の、生まれ持ったものに対するコンプレックスや劣等感からこう上手な生き方ができていないっていうのかなっていうところで、すごく真逆のことをしているようで実は同じ生き方をしているっていうことがわかるわけで、直人の方がそれには先に気づいたわけだよね。でそれに達也は直人に気づかされる。でその時実は達也が直人の言葉をちゃんとしっかり聞いて受け入れるのってその時が初めてだったりするの。だから達也が直人に対して初めてちゃんとした関心を持って言葉に耳を傾けて受け入れるっていうことをしたのがその時は初めてで、ここでレッドと6人目戦士、追加戦士の違いっていうのが、ストーリー的な意味でキャラクター構造的な意味で出てくるのが、直人はそこで生き方を変えられない、後悔もしていない、もう自分はこれでいいんだって言うんだけども、達也は生き方を変えられるよ、変えるのは自分だからねって言って、俺は変えるよ生き残ったらねって言いながら戦いに行くわけ。それが最後のねちゃんとした会話になっちゃうわけだけども、そういう姿勢っていうのがやっぱり達也をレッドにする特徴というか
ね、レッドだ、レッドに、レッドだっていうところなんですよ。で、達也が、戦いに向かってる最中に、直人は一人になった時に、達也の言葉を頭の中でリフレインしながら、もし生き残れるなら、って考えながら、まあ、ね、ゼニットの襲撃を受けて、竜也隊長のね、操作によって、まあ、倒れてしまうわけだけどもまあ、達也が、まあ、直人が倒れてるね姿を見つけてよって挨拶をするわけですよ。あの瞬間がね、もうこう直人がもう体も心も弱ってるっていうのもあるんだけど、達也に対してあえて友達のようにね、友達のようなトーンでよって言ったのがまず初めてだから、達也はその時にえみたいな顔をするんだよね。で、麻美お前は変えてみせろっていう言葉、要するに達也の明日を変えるね、第1話からずっと達也が言ってる明日を変えるって、生き方を変えるのは自分だって、俺は変えるっていう姿勢を受け入れて、達也の生き方を認めて自分もそうなってみようかなっていうことを、あの病室の中でゼニットに襲撃されるまでの間に考えてたわけですよ。だから達也の生き方と言葉を初めて直人はしっかり、今度直人がねしっかり受け止めたっていうことが証明される瞬間がそこなのね。でね、直人はその死ぬ直前まで自分が自分の力で手に入れてきた力っていうものをことごとく最後の3話4話で失ってきたわけよ。シティガーディアンズの隊長っていう権力も失い、まあそのね、浅見会長をね裏切るような形のことをしてしまったからいけないんだけども、どん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 、まあそういう形としての力もそうだし、まあ、体力ね打たれたりとかしてそういう力も失いながらも自分が一番最初に手に入れた力の象徴である V コマンダーだけは絶対に手放さなかったわけで、シティガーディアンズにシティガーディアンズの隊員たちにどんなに取られようとしても絶対に守り抜いて、これだけは絶対に誰にも渡さない、絶対にこれだけはもう俺の力の象徴だから、これさえあれば俺はまだいける、まだなんとかなるかもしれない、 なるかもしれないじゃない、なるっていうのを信じて、それだけは絶対に守り抜いてきたわけでも、もう自分の、まあ、死をね悟ったのもあるんだけれども、もう誰にも渡したくなかったその V コマンダーをもう絶対に渡したくなかったであろう達也っていう人物に最後渡して、お前は帰ってみせろっていうわけ。これはねよく本当に考えてほしい。直人にとって最後のね、最後のこう数時間、死ぬまでの 1,2 時間の間でどれだけの心の成長と、どれだけのこう受け止めと、いる全てのこう全てに対するこう受け入れ体制と、達也に対する気持ちの入れ替え、自分の生き方とか考え方とかをねこう改めよう、これから成長していこうっていうね瞬間だったわけ。その矢先に死んじゃうんだよね。で、そのなんだろうな、まあ、達也は達也で、最後に病室でなんとと話していて、自分の生き方がちょっと違ったかなっていうことに気づかされたことによって、ナオトのことは受け入れ、でも俺は変えてみせるよっていう言葉に対するナオトの返しがあり、 V コマンダーを受け取って、あの一瞬だけ二人の友情っていうのが生まれたの。あの一瞬なんですよ、二人の友情っていうのが。もうだからそれでね、もうダメだ、もうちょたまよし、少し興奮がね落ち着いたからで、あの瞬間っていうのが
まあ、ナオトにとっては終わりになってしまったけど、でも達也がそこを引き継いでくれるっていうところで、まあ、達也は44話の時点ですでにあのお父さんにね対してのあのこう向き合い方とか考え方とかも変えて自分の生き方も改めてるんだけども、ナオトの死っていうのもあってこそ自分は確実に今のままじゃない、未熟な自分のままじゃない、もっとすごいもっとちゃんとなんていうのかな、自分の力をお父さん、まあこれはねちょっと今度話したいんだけど、浅見会長っていうのがね、まあタイムレンジャーにおいて一番すごい人物なんですよ。これはねちょっと違う動画で話さなあかんことなんだけど、そう、そのねなんていうのかな、自分の決められた道じゃなくて、自分が作ってきた作ってきたというかね、自分がね決めた道の中でしっかりこう目をそらさずにっていうのかな、目をそらさずにやるべきことと向き合っていこうっていうことを改めて、まあ、深くね胸に刻んだ出来事になったわけ。うんねえ、やっぱ滝沢直人が最後に死んでしまうっていう提案をした、その滝沢直人演じる笠原慎二さんがまたすごいなと思って、やっぱりもう死んでほしくはなかったけど、でもああもうそのねやっぱ出来事があったからこその物語でもあるし、その達也と友達になるぐらいだったら直人は死なせてほしいっていう要望だったっていう話なんだけど、でも一応友達には最後なってるわけ、一瞬だけ、その一瞬だけ友達になってるっていうところがね醍醐味なの、本当に。もうそう、確かにあのまま、まあ大消滅を止められて、直人も達也もなんか仲良くへーとかってやられててもちょっとなんか違うなっていう、なんかそんな急に青春ドラマみたいな展開ね、4人ともお別れを達也はしなきゃいけなかったわけだし、あまりねそういう終わりだったらまた全然多分違う多分印象を受けていた物語になっただろうなと思うから、そう本当にあれほどショックなことはなかったけど、すごいすごい話だったなっていうことを改めてね思う。もうこれねそうなんで動画撮ったかっていうと、この前実家に行った時にめちゃくちゃこう語り出したら家族にめちゃくちゃうざがられて、でももうこれもうちょっとなんかもう吐き出さないとやってられんと思って、そういうのをねどん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 アップしていこうかなと思って、そのきっかけで動画を撮り始めました。でブログとかもねちょこっと書いてたんだけど、やっぱりね文章にね、文章書くの好きなんだけど、文章にまとめようとするとやっぱしっかりまとめないとちゃんと伝えないとってなって、あとそのこの分かる、私のこの感情が結構伝わってると思うんだけど、この動画だとそれがねなかなかね伝えられないから、せっかくだから私喋るの好きだし割と下手ではない方だとは思ってるから、ねちょっとずつこういうね考察をあえてちょっと動画でねアップしていく、ツイッターでこうちょこちょこね急に思い立ったことはねよく載せてるんだけど、思い立ったことをタイムレンジャー以外でもちょこちょこねアップしていけたらいいななんて思ってるので、ね、この動画を見てなんやこいつおかしなやつだけどおもろいな思ったらぜひ、高評価コメント、そしてチャンネル登録かな、ちょっと YouTube 自体はねめっちゃ見てんだけど、とはこう発信側になってことはないからよくわかんないんだけど、とりあえずねチャンネル登録といいねはぜひぜひ押してください。ツイッターのフォロー、あとインスタはね特撮とか関連のことは少ないけど、ぜひぜひ私のことを少しでも気になってくださったらぜひよろしくお願いいたします。今日は滝沢直人と滝沢直人の死、そして、滝沢直人と浅見達也の一瞬の友情についてのお話でございました。ご清聴ありがとうございます。